皆さんこんにちは。DB セレスのキムです。今日は DB セレスで開発してサービスを提供しています。パブノテーションを使って文献にアノテーションを生成する方法をご紹介させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初 DB セレスのホームページから始まりますけれども、DB セレスのホームページを見ますと、このサービスというページがあります。ここに DB セレスで提供しているサービスが並んでますので、まあ、下に行きますと、パブノテーションがあります。ここをアクセスしますと、これがパブノテーションの最初の画面です。パブノテーションにすでに入っているデータは自由にご覧できますけれども、新しいデータを、新しいアノテーションを作るときには、ログインする必要がありますね。ですので、皆さんのアカウントが必要になります。ですので、アカウントを作ることから始まります。アカウントの新規登録を選択して、統合 TV テストというアカウントを作ってみます。統合 TV YouTube at Voice TV CLS Voice というメールアドレスを入れる必要がありますね。パスワードを決めていただきまして、今は適当に入れます。新規登録ができます。新規登録した後でログインしますと、このアカウントの名前が右上に出てきますので、それをクリックしますと、最初は何もない状態ですね。ここに最初はプロジェクトをクリエイトしていただきますと、新規プロジェクトの作成ができます。ここに、例えば、統合 TV Example というプロジェクトを作成します。いろいろ入れる項目がありますけれども、まあ、最初はテスト中と、これ公開するか非公開にするかを選んでいただいた後で、簡単に登録してみましょう。すると、統合 TV Example というプロジェクトが新しくできましたけれども、最初は何もない状態ですね。アノテーションはゼロです。アノテーションを生成するためには、最初、文献を追加する必要があります。文献の追加する方法はいくつかがありますけれども、最初は PubMed を追加してみます。PubMed はすでに、自動的に追加できる文献として登録されてますので、PubMed を選択していただきまして、PMID を入れることで、この文献が、このプロジェクトに追加されます。今追加されました。自分でテキストを追加することもできますか？はい。今は、PubMedからテキストを追加する方法をお見せしましたけれども、実は自分がローカルディスク、で、持っているテキストを追加するのもできて、それは新規作成になりますね。新規作成を、クリックしますと、ここにテキストをコピペすることで、例えば、何でも、テキストをコピして、して、ここに入れてみます。ここに、つけて、
をしますと、このテキストが登録できます。これをこのプロジェクトで確認しますと、PubMed からテキストが一つで、この Togo TV テストのアカウントから新規に作成されたテキストが一つ入っています。こういうふうに、自分のテキストを追加するのもできます。例えば、こう、ドキュメントをどんどん増やしていって、これは非公開にしなきゃいけないものだって思ったら、追加されてしまった場合に、公開を非公開に変えることは。そうですね。このプロジェクトの属性を作るときは公開に選択しましたけれども、その属性はこの編集ボタンを押すことで、後で変えることもできて、これを非公開にしておきますと、こうします。ここにこのマークがついて、このマークはもう非公開のマークです。ですので、このアカウントでログインしない限り他の人には見えないです。では、パブアノテーションを管理している人からも見えない。あ、パブアノテーションを管理している人は見えます。はい。はい、ただ他の一般のパブアノテーションを利用するユーザーからは見えないから、ローカルでパブアノテーションを持って非公開の情報を扱わなくても、パブアノテーションウェブ版で非公開にしたい情報を扱って大丈夫。そうですね。もしその管理者にも公開したくない場合は、まあ、パブアノテーション、このシステム自体がオープンソースプロジェクトですので、システムをローカルシステム、サーバーにインストールすれば、まあ、完全に隠すのができますね。中を見ますと、オメドの1394444が入って、中身表示しますと、アブストラクトのテキストがこう見れます。ここにはアノテーションの数はゼロの状態ですけれども、ここにアノテーションを追加するため、テキストタイプというやはり DB シリーズで開発したアノテーションの編集ツールを起動してアノテーションの追加ができます。テキスト AI を使ってアノテーションの作成する方法をご説明させていただきます。テキスト AI を開きますと最初、まあ、文字列を選択するだけですぐアノテーションができます。ラベルは最初は something というラベルがつきますけれども、このラベルを違うラベルに変更するのができて、例えば、プロテイン、他のラベルに変更できます。一つの文字列に複数のラベルを付けるのもできて、この i チュルバーのこの new entity アイコンを選択することで、またラベルの追加ができます。こういうふうにラベルを、同じ文字列にラベルをどんどん追加するのができますけれども、こういうふうに ラベルが増えると見にくくなりますよね。その場合は、この設定のボタンを押して、ラインの間隔を調整するのができます。ちょっとラインの間隔を開くと、ちょっとラインの間隔が開いて、アノテーションがもっと見やすくなります。これはこの手動でやらなくて、自動的に調整してくれるボタンもあります。で、このリフレッシュボタンを押しますと、このラベルの数を考えて見やすくラインの間隔を調整してくれます。それが自動的に調整されたラインの間隔が気に入らない場合は、このマニュアルで調整できます。
マニュアルでやった後も、今のリフレッシュボタンを押すと自動の調整に不安視されるという。そうです。そうです。だから自動に任すか、自動がまた調整するかの選択できます。オノテーション追加するのをお見せしましたけれども、まあもちろんオノテーションの削除もできて、選択した後でこの消しゴムを使うと、こう、削除もできます。それからもう一つ追加してみますと、例えば、イミュンリスポンスというところを選択して、ここにラベルを貼りたいんですけれども、例えば、まあ、あらかじめ探しておきましたけれども、ウィキペディアに行きますと、イミュンリスポンスというページがあって、ここの URL をコピーして、コピーして、このラベルに、貼り付けますと、ここには、この URL がラベルとして貼り付けられました。すると、このラベルは長すぎですので、テキスタイでは、一番この URL の最後の要素だけをお見せします。みんなレスポンスをそういうふうに文字で書くのではなくて、URL を入れるとどうなりますか？はい。ここでテキスタイのモードの説明をさせていただきます。その、テキスタイを初めて開きますと、最初 T というモードから始まりますけれども、T というのは、用語編集モードです。用語編集モード以外に、テキスタイには、その、二つのモードがありますけれども、最初 T 文字から始まって、もう一つは View モード。View モードは編集はできないんですけれども、観覧だけできて、観覧する際に、観覧する際にはラベルが URL の時、ここがジャンプできるリンクになりますので、ここをクリックすることで、このページにジャンプするのができます。それから、観覧モードでは文字列を普通に選択して、コピーするのができます。関係のアノテーションをするには、最初、用語のアノテーション一つ選びまして、すると、こう選んだ用語のオノテーションが赤にハイライトされますね。で、2番目の用語のオノテーションを選択しますと、その間が、その間の関係のオノテーションができます。このラベルをまた選択しまして、このラベルをこう編集するのができます。まあ、どうしますか ?some relation.こういうふうに、用語の編集、もしくは、関係の編集、もしくは、観覧。この三つのモードを、活用して、便利にアノテーションを作成するのができます。テキスタイでは、この、マニュアルアノテーション作業を楽にするため、いろんな仕組みを実装してますけれども、その一つは、オンドゥ、リドゥがほぼ無限にできることです。今までやったアノテーションをオンドゥするのができて、皆さんが編集したそのステップを逆に戻すのができます。それで、じゃあ、完全に最初に戻りましたね。それをまたリドゥするのができて、
まだ再生するのもできます。用語編集の時、バウンドリー自動調整機能があって、このバウンドリーをこんなに厳密に選択しなくても、適当に選択しても、バウンドリーを認識して自動的に調整します。これは、このバウンドリーディテクション機能によってこんな動きができます。このバウンドリーディテクション機能を使いたくない時には、このバウンドリーディテクション機能をオフにしますと、こういうふうに文字列単位の選択もできます。これは、英語だとスペースで単語を区切れているから、それでバウンダリーを認識して、ピンと入れてくれるけど、日本みたいにずっと連続で書くときは、自分選ばれてしまうから、今の機能は切った方がいい。そうです。はい。その通りです。これは、最初ディフォルトでは、オートバウンダリーディテクション機能がついていて、よくバウンダリーが切られるスペースとか、ハイプンとか、そういうところで、例えば、この、その、カッコとか、そういうところでバウンドリーが調整されますけれども、日本語の場合は、まあ、多分スペースとか、カッコがないと、もう自動的に、もう無限に拡張されますので、これをオフして使った方がいいんですね。テキストの中に同じ文字列が多いときには、例えばこの TCF をプロティンとしてアノテーションする場合も、例えばさっきはこのラベルをここにキーボードで入力する方法をお見せしましたけれども、このラベルをすでにあるものから選ぶのもできます。で、このテキストの中には TCF との文字列が、複数ありますけれども、ここにいちいち全部同じ操作をしてオノテーションしたくはないんですね。ですので、その場合は、オノテーションのレプリケートという機能がありまして、この TCF というのを選択して、アノテーションレプリケートの機能をアイコンをクリックしますと、このテキストの中で同じ文字列には同じアノテーションが自動的に付けられます。これまた Undo で戻します。戻して、じゃあ今回は同じ操作を完全に自動でやる方法をご紹介いただきます。今のそのアノテーションのレプリケート機能を自動で行うようにこのアイコンをクリックしておきますと TCF を選択したとき、この画面の中の TCF というのが全部選択されます。ここで、ラベルはプロティンですよというのを選択することで、すべてがプロティンとしてオノテーションされます。これで、この同じ文字列に同じオノテーションをやる作業をもっと簡単にできます。最初に、例えばプロテインでつけるときは、吹き出しのマークをクリックすることでラベルが付けられて、で、一回付けると左隣のアイコンにリストが出るので、そこから選べる。そういうことですね。はい。このリストには、じゃあこの、今のこの画面では、今までプロティンとこのイミューンリスポンスの URL でアノテーションがもうすでにされてますので、それがリストアップされて、そこから選ぶのができます。じゃあ、もう一つの機能は、
アノテーションの、あの、コピー&ペーストの機能です。例えば、この文字列を選択して、これと全く同じアノテーションをしたい場合は、うん、この文字列を選択して、それをコピーした後で、コピーしますね。この文字列を選択して、ペーストすることで、このテーション、同じアノテーションを再生成するのができます。はい。あ、こういうふうに、あの、テキスタイには、アノテーションに便利な機能を、あ、実装して、あ、きました。実装されています。それから、この、同じ画面の中で、用語のアノテーションと関係のアノテーションが両方できますけれども、あ、用語のアノテーションに集中したいときは、シンプルビューに戻して、用語のアノテーションに集中するのもできます。このシンプルビューにしますと、あの、関係のアノテーションを隠して、用語のアノテーションに集中できるようにします。これで一通りテキスタイの機能をご説明させていただきましたけれども、今までこのチュールバーで選んだ機能は、ショートカット機能がありますので、実はチュールバーのアイコンをいちいちクリックしなくても、あの、チュールバーを使うことでもうちょっともっと効率的に作業ができます。このショートカットキーは、QWERTY キーボードの左側だけを使うように設計されてますので、もう左手をキーボードの上に乗せて、右手はキーボードを操作することで効率的な作業ができます。アノテーションの生成が終わりましたら、そのアノテーションをセーブするのができて、また、プロボノテーションに戻りますと、このページをリロードしますと、今、アノテーションが追加されたのがわかります。こう見ますと、デノテーションとリレーションというのがありますけれども、デノテーションというのは、用語のアノテーションをプロボノテーションでは、ディノテーションと呼んでます。そのアノテーションの種類が、用語のアノテーションと、関係のアノテーション二つがありますので、それを区別するため、デノテーションとリレーションという名前で呼んでます。アノテーションの結果は、こういうふうに、ブラウザで確認できて、例えば、130番目の文字列、文字から144番目の文字列の間には、T セルフェクタスという文字列ですけれども、それがプロティン、にアノテートされました。こういうふうに、あの、テーブルで確認できまして、このテーブルの内容は、テーブルセパレイティドベリューズフォーマット TSV で確認できて、JSON でも確認できて、またテキスタイで可視化して見るのもできます。今まで一つの文章に対して、アノテーションを作成する方法をご説明させていただきましたけれども、実はこのプロジェクトに複数の文章を入れて、複数の文章にアノテーションを追加するのもできます。例えば、100件とか、1000件とか、1万件とか、多くても大丈夫です。さっきの保存の時に、もし保存しないで、このアノテーションの編集キーは、テキスタイは、ウェブアプリケーションですね。ですので、ブラウザで開いて、ブラウザで作業するようになってますけれども、もし、アノテーションの作業の途中を、このページをクローズしたり、他
他のところに移ったりすると、このオノテーションがなくなります。なくなる心配がありますので、そういう場合は、こんなウォーニングが出てきます。セーブしてないオノテーションが残っていて、この紙の移ろうとするときは、こんなウォーニングが出てきますので、その際はセーブしてクローズすると、このウォーニングがなくなります。後からつけた、その、アノテーションの範囲っていう、ここの単語までにこれをつけるっていうのは、後で修正したいときっていうのはできますか？あ、そうですね。T cell factors にプロテインが、プロテインというアノテーションがついてますけれども、ここは実は T cell factor じゃなくて、アンティジェンスペシフィック T cell factors まで入れたかったときは、この文字列の選択を広げたいんですけれども、その場合は、この文字列選択の中から広げたいところまで選択しますと、ここもやはりバウンドリーの自動調整が行いますけれども、こういうふうに簡単にこう広げるのができます。反対に例えば、イニシエーションというのが選択されてますけれども、ドはいらない。今回は、外から始めて、中に、こう、選択する、マウス操作をしますと、選択された範囲が、こんな風に縮小されます。はい。テープのツールバーの、周りの、こっちですね。はい。こちらは何ですか？テキスタイルをさっき開いたときには、パボノテーションから開きましたけれども、実はこのテキスタイルというのは、ステンドアローンのエディターになっていて、これを開いた後で、他のアノテーション、もしくはテキストファイルを開くのができます。ですので、ここに、違うアノテーションの URL とかテキストファイルの URL を入れたり、ローカルディスクからファイルを選んで開くのもできます。このプロジェクトの中には複数の文献を入れるのができますけれども、その複数の文献に生成されたアノテーションは、こういうふうにまとめてダウンロードするのができます。で、さっきちらっとお見せしましたけれども、こう、最初は、これがない状態ですけれども、いつでも、これ、圧縮ファイルを生成するのができまして、こう、ちょっと、生成に時間がちょっとかかる場合もありますけれども、こう、生成されて、これをダウンロードして、ダウンロードされた圧縮ファイルの中身を見ますと、統合 TV エグゼムというのが、で、この中には、テキストファイル、それからオノテーションが TSV で確認できて、JSON でも入っていて、ディクショナリーというのも入ります。このディクショナリーというのは、どの文字列にどのラベルがついたかをディクショナリー、辞書の形式で、これもやはり TSV フォーマットですけれども、辞書の形式でダウンロードできます。この辞書は、DBCLS で開発したもう一つのサービスである、パブディクショナリスというサービスにそのままオンロードできまして、その同じアノテーションを後で自動的に行うようにするのもできます。今、ウィキペディアだから移入レスポンスって表示されてますけど、オントロジーとかつけると ID が、URL の末端が ID だから、ここに表示されるのは
ID になってしまうんですよね。そうですね。なのでまあ、こうやって飛べると、その先のものが一体何なのかっていうのが確認できて、すごく便利だと思います。あ、そうですね。はい。それから、その場合は、この、URL の、URL の末端が、さっきその、ラベルが URL の場合は、この URL の一番最後の要素だけを見せると言いましたけれども、その場合その URL の最後の要素が、人間が読める文字列だったら、まあわかりやすいんですけれども、これが ID の場合は、ちょっとこの編集するとき、ちょっとわかりにくい面もありますよね。その場合、それを、見やすいラベルに、を代わりに見せるための、設定もできます。それは、このテキスト体に、コンフィギュレーションファイルを作ることでできますけれども、コンフィギュレーションファイルを作ることで、テキスト体のいろんな動きの調整ができます。それは次回にご紹介する機会があると思います。マニュアルとかには書いてありました。マニュアルには書いてます。はい。これはマニュアルを読めばいいんですね。そうです。はい。最初、デフォルトサムティングじゃないですか。はい。プロテインとかにしとくと、デフォルト引き場プロテインになる。そうですね。その場合は、実は、この画面で、ここで、なんか、ここに、左側に、選択できるようになっていて、ここを、今、something が選択されてますけれども、プロティンを選択することで、次回からは、プロティンがデフォルトで生成されます。だから、まあ、この、演習の中で大体、例えば 80% がプロティンの場合は、プロティンをデフォルトにしておくのが作業量が減ります。今のは何も文字列を選択しないで、リストの画面を出すと、デフォルトが変えられる。そう。一回登録して、一回、最初はサムシングしかないから、そう、プロテインをまず作ります。はい、でその後は、でも自分がアノテーションしたいもののほとんどがプロテインだったら、はい、毎回サムシングからプロテインに変えるのはめんどくさいので、デフォルトをプロテインに変えてしまって、ずっと文字列を抽出していくと、もうその抽出したのはサムシングじゃなくてプロテインに変わります。縦極まりますけど。そこ。このサムシングというのは、コンフィギュレーションがないとき出てくるものです。コンフィギュレーションがありますと、コンフィギュレーションの中にデフォルトの定義ができますので、もう something なしで最初からそのデフォルトを決めるのはできます。どうですか？使いやすい気がしますか？します。はい。今日は、パブアノテーションとテキスタイルを使って、マニュアルでアノテーションを生成する方法をご紹介させていただきました。実はパブアノテーションを使いますと、自動でアノテーションを生成するのもできます。それも、次回ご紹介させていただく機会が、あると思います。今日、ありがとうございました。ありがとうございました。